エネルギーー活の第一歩ということで実はですね今回の「エネルギー・ザ・シークレット」私ずっとオファーをかけておりましたここんんなことありませんか行って、セミナーの時はできるんですで、す帰ってきて治療院でやるとあれできないそういうふうなループの断ち切り方もありますし言葉によってですね全くの効果が変わるはい先生こんにちは フイルベーシックの古谷です本日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございますさて本日の動画ですけどもこちらの DVD のご紹介でございますエネルギーザ・シークレット達人が密かに使う言葉とエネルギー施術ということで今回はエネルギー施術の本当の本当の本質部分ですね それをまとめた DVD のご紹介でございます。はい。で、このエネルギーザシークレットのま DVD、あ、ですね。講師の先生なんですけど、光整骨院の安倍健一先生でございます。 はい、東京練馬の方で会員されている先生なんですけどおそらくこの動画をご覧いただいている先生安倍先生「安倍健っていうふうに皆さん言われてますけども安倍先生のこと多分ご存知だと思います。はい、でこの安倍先生も非常に私も長いお付き合いさせてもらってるんですけども。 実はですね今回の「エネルギーザ・シークレット」安倍先生のエネルギー施術なんですけど私ずっとオファーをかけておりました。はいというのがですね、えー、皆さんちょっとこれ見ていただきたいんですけどこれ安倍先生の3回分のまあテキストなんですけど2018年12月16日ってここに書いてますけどこれ実は私安倍先生のセミナーを初めて受けた日に,日にちなんですよ。 はいろいろちょっと私これセミナー受けましたからね、えー、全部こうやってこう書いてます2回目もすごくいろいろ書いてますけども、えー、こうやって私2018年12月16日からセミナーを受けさせてもらって、えー、ずっとオーハ波をかけてました、はい、で今回ようやくですね、えー、まあタイミング時期が来たということで今回安倍先生には「エネルギー・ザ・シークレット」ということでまとめていただいたということでございます。 はいえー、まあ達人が密かに使う言葉とエネルギー施術と言ってるんでどういったものかっていうのを皆さんいろいろ考えられてると思うんですけどもこの安倍先生の私が2018年の12月からずっとオファーをかけてきたという理由ですよね。なんで古谷がそこまでずっとオファーをかけてきたのかっていうのは実はここに入ってるんですけども。 実はですねこの安倍先生のセミナー私2018年受けてからですね私自身がですねまあ抜け落ちた部分ですね抜け落ちてた部分ですねそこを補ってくれたんですねで、安倍先生のセミナーを受けた後から格段に自分の迷いであったりとかエネルギーをする時のまあ自分の姿勢であったりとかそういったものが変わっていきました でそ,れ自それ自体が私の中でもうよく分かったのでこれは皆さんにお伝えしないといけないなというふうに、えー、思ってずっとオファーをかけて、えー、たわけですね。うん、で この達人が密かに使う言葉とエネルギー施術っていうのはこれは安倍先生も言われておりましたけども達人の先生が実際にやってるんだけどもエネルギーやってる時やってるんだけどもそれは達人の先生はあえてそこは言わないと別に秘密にしてるわけではないんですけどあえてそこはわかるでしょといいうう部部分分ですねそういった部分も含まれまれす、はい、でも安倍先生はですねやはり10年間あーもうできない側 のおっしゃってましたけどずっとおやっぱりエネルギー生成できない側でいたとでもおいろいろ自分の中で積み上げてきたものが分かってきて、えー、できるようになったとで今回その「エネルギー・ザ・シークレット」っていうのは全部それがまとまったものプロセスが全部入っているというふうに思っていただければというふうに思います。はい、ということでもういろいろちょっと喋っちゃいましたけど、えー、今日お話しすることこういうことをいろいろ話します。はい まず一つ目ですねエネルギー治療のセミナーでは教えられていないエネルギー施活の第一歩ということで、えー、先ほどもちらっとお伝えしましたけどもお先生方いろいろ達人の先生のエネルギー施活のセミナー行かれてると思います。できるんですで帰ってきて治療院でやるとあれできない私もいっぱいありましたそれ。経験済みですで 安倍先生もそういうことを経験済みです。で、なんでかなというのをずっといろいろ考えていくわけです。で、ちょっと皆さん考えていただきたいんですけど、プロ野球選手とかでもスランプとかありますよね。やっぱりよく打つ人でも、まあ3割バッターでもやっぱスランプありますね。で、そのスランプに陥った時に何をするかってことなんですよ。はい、もうお分かりですよね。はい、素振りをします。やはり基本的な素振りをして。 スランプを脱しろというような感じでやりますよね。はい、実はエネルギーセンスもそういう部分やっぱあるんですよ。自分の中でエネルギーがそのできたとしてもまたできなくなっちゃうというループができるんですよね。そういうふうな、やれてもまたできないっていう感じで、でそういうふうなループの断ち切り方もありますし、スランプから脱せる方法ですよね。どうやったらいいのかっていうのを今回安倍先生まとめていただいてます。 でちょっと具体的に言いますと、例えばですね、えー、手の感覚ですね。うん、エネルギー生成をする時に手の感覚でとても大事になってきます。ただこの感覚っていうのは非常にまあ、まあ、曖昧といえば曖昧です。自分の体調にも関係しますよね。うん。 ですのでその感覚を敏感にしておくいつも感覚を研ぎ澄ますためにはどうすればいいのかっていうのを今回実は安倍先生ままとめててくれてますですからもしできなくなった場合にそこに立ち返ればいいんです。 はい、その基本に立ち返る方法を今回は非常にまとめて、えー、きれいにまとめていただいてますのでその辺りねもしエネルギー施質がいつもできてる先生でもそういったものをいつできなくなるか分かりませんのでそういった部分で、えー、今回のザ「雑 h クレットですねこれ秘密の部分なんですけどこの部分をですね是非、えー、見ていただいていつでも基本に立ち返れるそして本質部分を見ていただければなというふうに思います。はい そして、えー、2つ目でですすねはいもうこれです言葉とエネルギー施術の融合ということで今回ですねこのエネルギー・ザ・シークレットって言ってますけどこのシークレット部分っていうのは先ほども言いましたエネルギー施術をするために、えーまあ、第一歩ですよね一番の基本の部分っていうのはシークレット部分になってるんですけど実はですねこの言葉の部分も実はシークレットなんですよ。はい この言葉によってですね全く施術の効果が変わるっていうことをもう阿部先生今回はずっと言ってくれてますし実演してくれてます。うん、で、まあ、あの安倍先生は NLP とかもすごい勉強をされてるんですが、まあ、あテクニック部分だけではなくて言葉自体のエネルギーって実はあるんですよ。で私たち治療科は主義を、まあ、患者さんにサービスとして提供しますよね。 実はそれだけじゃないんです言葉も実はサービスとししてて提供してるんですね言葉によって患者さんって体改善するんですよ。で、えーまあ、私が考えるにはその言葉の力ってあまりこう使えていないというか主義ばっかりに頼ってしまってて、えー、主義と本当は言葉を使えば簡単に改善する。 いいレベルのところまで改善するのにもかかわらずえ言葉をうまく使えていないという方結構いるんじゃないかなと思うんですで、ここの部分をうまくやることによって、えー、今先生が持たれている技術にプラスするとかなり効果が増すんじゃないかなと思いますですから今回言葉とエネルギー施術って言ってますけどこれ言葉と筋肉施術でもいいんですよ言葉と関節の施術でもいいんですはい、アジャストでもいいんです とにかく言葉とうまく掛け合わせることによって今回効果を格段に上げれますよということをお伝えしていただいてますこれがね是非ううねこの部分これもシークレットの部分なんで是非見ていただければなというふうに思います。 えー、そしてて、えー、やってみました。雑誌クレートって書いてますけど、ね、後ろにいつもついてないのに今日ザ「雑誌クレートってついてますけど今今日これやってみます今から、はい、私も実際効果が出るかどうかもう本当に一発勝負なんでどういうふになるか分かりませんけどもこの「シークレット部分ですね、えー、やってみたいと思いますので是非ご覧いただければと思います。それではどうぞ はいそれではエネルギーザシークレット今からやっていきたいと思いますえお願いしますちょっとカメラの方向いて座っていただけますかはい、えー。毎回お話ししておりますけどもエネルギーザシークレットの内容はですね阿部、えー、健先生からしっかり教えてもらった方がいいと思いますので本編の方を見ていただければと思いますがあこれからやっていました動画あやっていましたあやっていきますけどもお多分参考になるんじゃないかなというふうに思いますので ぜひ見ていただければなと思います。はい、えー、それではやっていきたいと思います。説、え、を、ー、私フリせていただきます。よろしくお願いします。はい。えー、じゃあそれではですね、やっていきます、えー。まずですね、ちょっと腕を上げたいと思うんですけど、右の方からちょっとやっていきたいと思います。じゃあ腕を上げさせてもらいます。えー、っとちょっと <laughs>。 これれ以上いくと肩がつぶれちゃうようよな硬さでございますこの辺りでもう今肩がちょっと上げにくづらそうな感じですね、えー、すいません左の方からちょっと上げ左の方を上げますね腕、うん、ちょっとこの辺りですねはいちょっと左の方がきついかなという状況でございます今の状況はそんな感じでございますはい肩の方はどんな感じですか肩ももうカチカチであカチカチでってます張ってます はい、えー、カチカチで張っているということでございます。はい、えー、じゃあそれではですね、今からちょっといろいろやっていきたいなというふうに思います。 はいえー、今度はねちょっとこの指がですね天井の方につくようになったらいいですよね。はい、いで,で、はい、上げるようになったらいいですよね、はい。じゃあちょっとやっていきます。あれー 上がりますね。上がりますね。はい、あのご本人さんもちょっとびっくりしておりますけれども、はい。左の方もこれ左そのままの方がいいですか。<laughs> やっぱり変わった方がいいですよね。変わりたいです。変わりたいですよね。やっぱり左も指の方が天井に突く方がいいですよね。はい。ちょっとやっていきますね。あれ。うん えっとまだ奥の方で硬さ残っていますこれもちろんやった方がいいと思いますでも今かなり変わりましたよねはい、えー。さあ私は何をやったのでしょうここがシークレットの部分ですねはい。まあこれは安倍先生の方やっぱり説明は聞いてください安倍先生全部今、えー、説明をすることができますのでこれ安倍先生に教えてもらったものなので、えー、ぜひね、えー、見ていただければと思いますはいじゃあ今度仰向けですね続けていきます えー、2種類、えー、ちょっと股関節のチェックをしたいと思いますじゃあ,あちょっとお左足の方をちょっと動かしますねよいしょちょっと曲げていきますよいしょはいこの感じじゃあ左、えー、右足ですねやっていきますよいしょ 書いてますね。よいしょ。こっちすごい硬く、うこういうどんな感じしますか。はい。使えるような感じ、えー、ですね。はい、わ、はい、かりました。じゃあ次は四、えー、の字の検査をやる。 えー、これこの状態でございますはいはいじゃあ戻しますよいしょはい今こんな感じでございますじゃあちょっと今から私やっていきたいと思います、はい、さっき詰まる感じもやっぱりしましたよねはい この膝が頭の方につくぐらい曲がったらいいですよねはい、はい、じゃあ行きますよ一回戻しましょうかははい。はい。じゃあ曲がっていきますあれ 変わりましたよね、はい、多分あのご本人さんが一番びっくりするんですよね。<laughs> はい、で、えー、これ私自分の中で分からなかったことあるんですけどお安倍先生のやっぱりことを勉強しだすと感覚が変わるっていうのがなんとなく感覚で分かるようになってくるのでこれが面白いですよね、はい。じゃあちょっと4の字いきますね。よいしょはい さっきちょっとやりましたけどこれもちょっとね今からいろいろやっていきたいと思いますはいえー、この4の字の検査なんですけど膝がこのベッドにつくようなぐらいって言ったらいいですよねはい、はい、いいですよね あれ,あれはい変わってますよね変わってますよねさっきグッともうちょっと高かったですけどはい、OK、戻しまーすこれもっと効果出せそうですね と言ってますね。<laughs> はい。これまだまだいけそうですけどね。はい。 これいいろいろやりり方がありますあの合わせ技で、えー、安倍先生の場合いろいろあるんですけども、えー、今私何種類かやりましたまだまだいけそうですけどまあ今日はこれ辺でやめたいなというふうに思うんですけども阿部、えー、先生の「エネルギーザ・シークレット」は本当にいろんなやり方があります。 はいえー、今の複合技もお2つ3つ入った状況で私やってますけども、えー、まだまだねいろんなものがあ今回「エネルギーザ・シークレット」の中に入ってますのでぜひねその部分やっていただいてですね、えー、参考にしていただければというふうに思います。はいやってみました動画いかがだったでしょうか、はいえー、やってみました「ザ・シークレット」になっておりますけどもすいませんここ。 シークレットでございます。はい。えー、ここにでが入りますね。シークレットですね。はい、えー。間違いでございます。まあこういうこともございます。うん、多めに見てやってください。はい。ということで、えー、これ以外はうまくいきました。はい。やってみました動画でした。はい。えー、最後ですね。えー、今回、えー、エネルギーザシークレットの特典でございます。 もうね、えー、今回もこの特典本当にもうやばいですよね何回も言いますけども毎回、えー、今回も本当にマジやばいという言葉が使えるんじゃないかなと思うんですけどちょっと一つ一つ説明していきたいと思います、えー、スペシャルセミナー DVD ということで今回ですね、まあ、コロナの宣言中にもかかわらずですね えー、新大阪の方に10名の治療科の先生集まっていただいて安倍先生にセミナーを開催ししていたただきました本当にねもう私の中では感動しっぱなしだったんですけど、えー、素晴らしいセミナーでしたね。というのが皆さんやっぱり来られてる方々があちょうどやっぱりエネルギーセンスの方をやりたいとか。 あ,あもしくはやってるけどもっていう先生が来られてて、えー、あこれが欲しかったんだっていうのがやっぱり感想とか聞いててもわかりましたはいで、えー、本編動画ももちろんまとまってていいんですけどセミナー動画っていうのはやはり臨場感があるんですよでやり取りですごくうまあ言葉のセールスも入ってますんで、えー、やり取りでどんどん,かん、えー、受講生の先生が 変わわっていくくことがよくわかるんですよね、はい、ですから私おすすめはこっちから見ていいいたただきたいなとうううふうに思うんですねこれを見てまとめで本編見ていただきたいなと思うんですけどとにかくこのスペシャルセミナー DVD はあーこれ丸ごとこれ、えー、今回特典でついてきますので、えー、毎回これ言いきますけど本編 DVD とスペシャルセミナー DVD これセットですから2本ついてるのと一緒です2セットついてるのと一緒なんで。 このスペシャルセミナー d v d ぜひ見ていただきたい。まず一番最初に私見ていただきたいなと思います。もう超おすすめです。はい。私が受けさした、う、あ、う、受けたセミナーよりも。ぐーんとわかりやすく、安倍先生がパワーアップしたものを。伝えられているものですので。ぜひこのセミナー d v d、えー、ついてますので、見ていただければと思います。それから、安倍先生の臨床動画と解説八人分。八分ちゃいますよ。八人分ですよ。はい。 阿部先生の臨床動画阿部先生の治療院で撮っていただいた臨床動画を今回8人分付けさせていただきますでこれ何でつけたかと言いますと「エネルギー・ザ・シークレット」の本編もしくはセミナーでやっていることを阿部先生は本当に治療院でやってるのかということなんですよ。はい、やってますちゃんと教えられたことをきっちりやってられました。 はい、まあ分かってるんですけど僕はね、でもちゃんとその臨床動画で結果を出されてます。患者さんもちゃんと納得した上で患者さんも効果を出し、こ患者さんに効果を確かめてもらいながらやられてます。はい、すごい結果出てますのでこの部分見ていただきたいんですけど、それに今回プラスで解説っていうのがあるんですよ。これ何かと言いますと、安倍先生がエネルギーですから何やってるかわからない時もあるんですよ。 だって患者さんに全部テクニックのやり方とか言わないでしょはい、その部分を私が解説で聞いてます。安倍先生今これ何やったんですか。ってあ、これはこう,こうこうこういうことをしましたよということを解説安倍先生ご自身がやってくれてますので。むちゃむちゃわかりやすいっていうことです。はい、それが8分じゃなくて8人分でございます。これ書いてる私8分で書きそうになったのが8人分でございますので。はい。 リックボリュームですんですこれれ見ていいただければなと思いますそれから最後じゃないですいませんこれですねセミ,ナー受講セミナー受講した先生の臨床動画ということでこれ何かと言いますと阿部先生だけができるんじゃないかというふうな疑問が出てくると思うんですけど再現性がちゃんとありますよということをお伝えしたいという部分でちょっとセミナー受講した先生に無理を言ってちょっと撮っていただきました。 え先生方も使ってますよということですそして結果も出してますよということをちょっと見ていただきたいなというふうに思いますはい臨床動画ですねそしてこれですねプレミアムセミナーということで、えー、今回ちょっとこのプレミアムセミナーですね、えー、まあコロナの件もありますからあどういう形で開催するかちょっと分かりませんはいもしかしたらオンラインになるかもしれません、うん、これははちょっっとあのはっきり言えまません、まあ、ただ あできるだけリアルっていうやっぱりエネルギーの性質ですからリアルにねやはり開催したいというふうに思ってますがこればっかりはちょっとねどういうふうになるか分かりませんがプレミアムセミナーということで安倍先生には無理を言って開催していただきます。安倍先生の今セミナーはあー非常に高高額額でございます、はいえーまあ、高額というのはちょっとねいろいろあると思いますけども今回これ DVD についてくるものなので。 えー、むちゃむちゃ男です。はい、はっきり言って男です。はい、そういうのが今回ついてくるということでございます。すごいですよね。今回もこれ本当にちょっと文句出ちゃうんじゃないかなというぐらい。 はい、特、え、典、ー、がすごいんですけどということで今回エネルギー・ザ・シークレットちょっとまとめてお話ししていきたいと思います、えー、達人が密かに使う言葉とエネルギー・センスこれ分かっていただいたと思います、えー、エネルギー一論のセミナーでは教えられていないものでございますエネルギーの本当の本質部分を伝えたものですよということですそして言葉とエネルギー・センの融合ということで今回は言葉のエネルギーのシークレットも入ってます 言葉をうまく使うことによって、えー、効果を上げるっていうことも安倍先生まとめてくれています。はい。で、まあ特典はセミナー DVD、臨床動画の解説、それから、えー、セミナー受講者先生の臨床動画、そしてプレミアムセミナーがついてくるということで、えー、もうこれで、えー、ちょっとね金額が高いというのはちょっとどうかなと思います。はい。えー、今回本当にエネルギーの本質が入っている部分ですので。 ぜひ、ね、皆さんも全員に受け取っていただきたいなというふうに思っております。はいえー、ということでちょっと熱い動画を送らせていただきましたけどもいかがだったでしょうか、はいえー、本日もですね最後まで動画をご覧いただきまして誠にありがとうございました。